文字なんで。あ、それあかんやん。ちょっと待ってください。正しい。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。知らんかった。今の認めるか、認めるわけないんだ。あ、いい、俺は全然いいんだけど、認めるわけね。どうも、かまいたちです。さあ、本日は、夏期講習早押しフェスト。まあ時期も時期なんでということですか。なるほどね。謎々とかとは違うってことね。ただの知識ってことやね。夏期講習って何、俺知らんねんけど実は。夏休み中に授業みたいなのを受けることちゃう。ほんまは休みなのに結構高校の時とか行ってたの。お、夏期講習。はい。問題を出すので対応して答えていただく。書き問題もあるってこと。書き問題もあったりとかいろいろあるっていう。はい。わかりました。意外に俺強いからな、こういう。まあいや、強いからな。どのぐらいのテストが出るの？いや、もうランダムです。歴史もその大昔もあれば最近もあれば現代社会もあったりとか、一般常識もあったりとかいろいろな問題を。はい、わかりました。10問まあでどちらの方が大丈夫ですね。はい、わかりました。伊沢君、伊沢君のやり方や。最初問題いきます。はい。口頭。はい、口頭でこちらの人物のフルネームを答えてください。はい、土方歳三。正解です。すごい。なんで知ってんの、土方歳三。全然分からへんねんけど。1ポイントね。よし。なんでお前土方歳三知ってんの。しかもあの写真で、新選組の土方歳三。はい。俺その写真なんかあんま見た記憶ないねんけど、漫画とかではさ見るけど、なんで知ってんの。これが知識というやつでしょ。なんでこいつ土方歳三知ってんの。新選組鬼の副長土方歳三。全然知らんねんけど。そういうのもあるんか、見て答えるって。なるほどね。土方歳三気持ちよかった。気持ちよかったわ。線なってるやん。気持ちええで、やっぱり早押しって気持ちええな。はい、次来い。で続いての問題です。はい、続いては英語です。記述をしてからボタンを押して答えていただきます。英語無理やねんな俺。問題です。はい。斎藤はじめ。そんな新選組問題ばっかりね。そう。答えたい。テスト範囲が新選組すぎる。9月を英語で、正しい綴りで書いてください。書き終えてから、答えてください。違うな。オーガスト。全然自信ない、スペルの。セプテンバー。セプテンバーの方やった。スペルの自信がないんですけど。合ってるかな。正解です。よっしゃー。危ない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 。追いついてきてるこいつ。オーガストって8月やったっけ。そうやん、すみれ。いや、そっちからそれで覚えてたのに。そっちの方なんや。しかもオーガストも間違ってた、これ。A がいらん。これがいらん。オーグスト。あ、オーグスト。これいらんの。じゃない。ああ。わかんない。自信ないスペルの。お前らも問題出しだからね、分かってへんねやないかい。一応山内さん本来はそこ大文字なんで。あ、それあかんやん。ちょっと待ってください。ちょっと待って、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 ちょっと待って。これじゃあテストで出たら三角ってことやんな。三角が×になるってことやんな。×はないよ。ちょっと待って、そこはっきりしよう。今俺どう見ても S でかいねん、俺のやつ。いや、そのさ。スペルで大文字小文字で×はないって。セプテンバーで合ってるやん。本来は大文字だと思います。いやいや、それで×なんかないって。まあ見逃しといたら。何を言い出してんの。コメント欄あれても知らんねん。セプテンバー勢。セプテンバーガチ勢が。セプテンバーガチ勢って言ってけも知らんねん。どんなガチ勢や。おいや。じゃあ続いて問題いきます。もう次は口頭で。新選組来い。慶応義塾を創立したのは誰でしょう。大隈重信。違います。じゃないよね。夏目漱石。大久保利通。違います。ああれ早稲田が大熊やねんな。福沢諭吉。うわー、そうや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 。うわー、取れた。ありがとうございます。社会の先生ですよね。次押して俺北条政子っていうところ。絶対違うやろ。危ない。有名やね。その辺やね。その辺やね。早稲田が大隈重信か。天は人の上に人を作らず、人の下に人を作らずね。あれは差別がないというんじゃなくて、だから勉強しなさいということです。すごいな。じゃあおい知識ひけらかして。天が上と下を作るんじゃない。勉強してそうやって上と下に分かれていくんだから、ちゃんと勉強しなさいっていう。じゃあ知識ひけらかして。やって聞いた。少年を大将いだけ。クラークかな。ないところから急にクラークか。俺は今問題に付随して知識出してる。続いて記述問題です。記述を書いてから早押しで答えてください、はい、来年7月に発行される新5000円札の肖像である女性は誰。5000円札。5000円札のなんかあったね、あったね。今度変わるよね。あれ誰顔出てんねん。樋口一葉。据え置きじゃなかったか。野沢雅子。なんであかん、今浮かんだ名前をどんどん上げていってんねんけど。5000円札変わんの。1万円札も与謝野晶子。女子ここで北条政子。よさぶそん。ちょっと待って、絶対有名な人や。そんなことある。ナイチンゲール。外国だ。やっぱり日本人か。樺沢まどか。偉人やな。偉人ってか変人や。考えたら出てくる。もし今知らなかったら、バラエティでちょっとテレビ千鳥とかで一度なんか。アンミカさんで。これ分からんかったら分からん。これはそうです。最初の一文字は。どっちやったっけ。こっちやったっけ。津田梅子。おっしゃおっしゃおっしゃ。こうやった。津田。おっしゃ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 。津田梅子や、そうや。ドラマもやってた、特別ドラマみたいな。それでね、広瀬すずさんがやってたやつや。そうや、それでね、梅子が出てこんかった。津田梅子や。危ない、北条政子に引っ張られてる。津田公子しか出てけへんかった。それ津田さんのお母さん。見てみたいけど5000円札。うわ、よし、今同点ちゃうの。22や。よっしゃ、いけるぞ。でこれも口頭の早押し問題、はい、今年世界最多人口である国は。インド。正解です。インドな。アメリカか中国で悩んでてんけど。中国が前までは1位やってんな。インドな。うわ、生きてるわ。めっちゃ生きてるわ、こいつ。腹立つ。オーガスト野郎。オーガスト野郎が。なんやそれ、インドやで。よしよし、ここでもう一回話したいね。2ポイント差きついよ。で、続いての問題です。続いては記述して、答えてください。スポーツのサッカーのを英語で綴りを正しく書いてください。ごめんなさい。SOCCR。正解です。何やねん、何を書き足そうとしてなんか悩んで、なんか足そうとしてて、何を足そうとしたの。いや、ここ U やったかなと思って一瞬。でもスカー腹立つわ。そっかにしいや、分かってんねん。スピード勝負やこれ。よし、1個開いたな。4-2ね。2点差は結構大きいね。次取ったら俺もう負けはなしってことやな。そうや、記述にしてくれ。続いてのはい、記述です。よし。正しく書いて早押しで答えてください。こちらの写真に写っている真ん中の人物のフルネームを漢字で書いてください。難し誰や字がわかんない。水戸光圀ちょっと字がな自信なさすぎるな。これ絶対違うな。やめとこう、ヒント与えることになる。ジョン万次郎うわちょっと待って、こんなこと違うよ。岩倉智美、絶対字が違う。この字は完全に岩倉智美やったんか勝海舟って書いてた。なんかこんな字やね、漢字苦手や。使節団の写真なんでしょ、知ってんのよそれは。岩倉使節団でいいじゃん。岩倉智美違いますともちゃんです。勝負出てるな。岩倉智美違います。これ出ねえな、漢字が出ねえわ。1個見たら出るかもよ。みんなもう三角ちゃうのか、こっちちゃうの。こんなもん漢字当てに来てるだけやないかこれ。勝海舟書いてんねんから。やめるこの問題、やめるこいつ漢字勝負は分が悪い。俺の方が漢字強いから嫌いやがったな。どんな字や。ぐしだ、ぐし知ってる知ってる、ぐしって言ってた。ぐし覚えとこう、岩倉ぐし、岩倉智美。トントントン入ったかな、トン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 、オッケー。入力してるふりしてる。グシや。いつでも引き出せるようにしといて。4対2のまんまね。じゃあ続いての問題です。口頭問題です。1969年、人類で初めて月に降り立った人。ガガーリン。地球は多かった。今さんから。ガガーリン。アームストロング。ルイ・アームストロング。正解です。地球は多かった。言ってなかった。でもその後押し直してるから。今の認めるか？いやまあ山内さんが順番的に。でもガガーリンって言ってそれがブーブーやろ。でその後もう一回押してルイ・アームストロングって言ってるから。その一連の流れでやった感じあったよな。だからそこで止まる感じやったよな一回。何を？森下が違います違います。さあもう一度お考えくださいって始まる感じだった。そんなん今まで一回もなかった。その気配あってんけどな。ちょっと今のどうかな。人類で初めてやからな。初めての飛行、宇宙飛行成功させて地球が分かったって言ったのがガガーリン。月面着陸をちゃんとして踏み入れたというのがルイ・アームストロング。認めるわけね今の。あ、いい、俺は全然いいねんけど。認めるわけね。いい俺は全然いいよ。それは全然いいねんけど、運営側が決めることだから、それが最終答えでいいってことね。2対5ね。で山内さんがあと3ポイント連続で取ったら同点ってこと、うん、来てください。じゃ続いての問題です、うん、英語。これバランス取ろうとして英語を出しちゃうブリテンズ・ゴット・タレントで日本人初の決勝進出を果たした、とにかく明るい安村さんの決め台詞。安心してください、履いてますよは英語で何と言っていた。英語で書くの。英語で。Don't worry, I'm wearing。 よっしゃー。危ねえ危ねえ。オッケーオッケーオッケー。もうちょい英語かな。次もどうだ。いやわけわからんな、英語続くの。どうだ。続いてはい、口頭の早押し問題です。徳川第三代将軍の名前を。家光。よしよし、来い来い。5、4ね、並ぶぞこれ、並ぶぞ。今年1月、箱根駅伝で総合優勝した大学はどこでしょう。国学院大学。違います。東海大。違います。青山学院大学。違います。山梨学院大学。違います。駒澤大学。正解。駒台や駒台や。山梨強いやろ。おつおり出てないの？おつおり。よく知識出してなんか負けた感じを薄めようとしてるけど。おつおり出てないんかい。うるさいね。これループって書いてる。何これ。ワキにループって書いてる。ワキにループって書いてる。何これ。おつおり出てないんかい。ワキにループって書いてる。ずれたんちゃうなんかの刺繍。ワキにこれループって書いてあるんだ。何これ。信じられへんな。なんか駒沢なの？あの名物監督の。来た来た。青山じゃないんだ。はいはいはい。ということで6対4で。イエーイ。チャンネル登録お願いします。まあいいとこ取れたのは俺かなという気はしてます。うん、結果よりもセプテンバーもだいぶ甘めに見てるから。知らんでコメントで。うん、何が？ぐっちゃぐちゃなってると思うで。負けて強し。そういう印象です。もう一問いってる。こんなんそこまで言う。ああ来い。問題です。はいよ。口頭。口頭が記述か。口頭の早押しです。743。墾田永年私財法。正解です。よし。よし。すごいやん俺。まあ6対5でまず負けか。それでも。お疲れ様でした。テレビでやりたかった今の奇跡